こんちくりん、こんちくは。時にはちょっと数玉で、時にはちょっと数玉で、鳥の国産鶏、国産鶏使用、鶏とごぼうが決めて半額、サンキューパの半額。ポテトサラダ100円、あと卵豆腐、はい、こんな感じで久々に数玉行ってきました。はい、っていうか鶏ごぼうってちゃんと見てなかったわ。鶏嫌やっちゅう。何鶏こうとんねんみたいな。ポテトサラダが食べたかった。これ100円。もう数玉もね、もう最近もめちゃんこ高い。ほんまにね、これ数玉作っとんかな。これちゃうでしょ、数玉作ってんちゃうと思うよ。ほむれ忍フーズや、下田忍フーズってまだあるんやね。私らが中1がおる頃ね、から一世を風靡しとったというか、忍ぶ風だから、もうこれ数玉も自分とこで作るのだいぶ縮小しとぐらいできた、縮小しとるね。でこれ400円ぐらいですやん。でこれ私一旦今日何時、その遅ないっすよ、まだ夕方4時もなってないですよ。けどこうやってもうみんな半額しとんやね。お弁当とお寿司も半額してました。こんな忍ぶ風ズだからこれ実質200円やねんけど、はい、いただきます。もうなんかいろいろ惣菜見たけどほんま高い。シノムフードやったらどこでも売ってますやん、知らんけど。貧乏症昨日のん？けどこれ野菜、シノブフーズ野菜が入ってるから嬉しいね。これ人参、人参うまい。ポテト。ん？
デリカサラダボーイ、岡山市やね。やっぱりもうみんな仕入れ商品や。スルトママ、いよいよ。だから大型店舗は多分自分とこブランドでやってるんやけど、私が言ってるようなちっこい店舗はもう仕入れ商品にどんどんこう変えていってる感じやね。で閉店するんちゃうかな。ほんで芦屋に出すんちゃう店もう出してるっちゅうの。何の方向転換やろね。また駒ヶ浜まで行かなか。私は昔はこれ屋さんやから、ね。ちょっとゆっくり終わります。はい、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。長い。あのね、なんちゅう、前から、まあ、よう言うてますけどね、ほんま高なってますね、スータマね。そのお惣菜以外はね、あんまり買うことないんでわからないんですけど、まあ、感覚的にね、安くないなるのはやっぱりありますね。その惣菜以外もね、お肉とか魚は知りまへんね。食品っていうの、乾物って言うたらいいんかな、はお菓子って言うたらいいんかな、そんなに安ないどころか、まあ、普通より下手したら高いんちゃうかないう、まあ、感覚ですって。全然実際にこう比べたあれはないんですけど、でね、惣菜、お惣菜、もう数玉といえばお惣菜と私だけかな思ってんの。その大きいねお店やったらもうめちゃくちゃ並んでるんですよ。で私らが行ってる店はね、もうほんまに惣菜もだんだん減ってきてね。でおまけに言うとで仕入れ商品ですやん、見たらええー、みたいなことなんですけど、そのお惣菜もね、なんか微妙に上がってるんですよね。もうなんちゅうの、数玉イコール惣菜イコールなんか100円台みたいなイメージがあるんですよ。200円超えたらちょっとよう変わんなみたいなねとこやったんですけど、今もだいたいもう200何本、下手したら329%とかね、なんか知らんけどちょっと手出んなあいうか、いや手は出るんやけどね、数玉で考えたら手出んなあいう感じがね、非常に大なった。特にそのちっこいお店はね、大きいお店行ったらまあいろいろあるから考えあれなんですけど、ほんでね、何くんやったかな、なんとかくん、その西成に住んでる子でね、なんとかヘルメットがどうのこうのくんかな、なんかいつもこんな、なんかヘルメットかぶってなんとかですみたいな、西成でなんか記事、スーパーたまでの記事書いてるとかなんか言うてやるのかな、なんか
結構こうそうやってスーパーたまでのお惣菜食べてね感想とか言うてはる子がおるんですよ。まだ若いですよ、まだ30代ぐらいちゃうすかね。その子がねもうリアルに言うてましたわ、高なった言うて、2倍3倍になってんちゃうかなとか言うとったね。その子曰くね、3倍にはさすがになってへんと思うけど、まあ、その子曰く鶏の唐揚げがねいつも100円ぐらいやったんが300円になってるみたいなことを言うてましたわ。まあ、確かに私は唐揚げとかねあんなとこって怒らへんな、すぐたまの鶏の唐揚げとかちょっとよう食べるのでね買わないんですけど、まあ、感覚的にはね唐揚げなんか安いもんやからね、けどそれね高い高いながら食べてね味が変わっとったらまだ許せるで言いながら食べて、で微妙にうまいかも言ってやっとったね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、そらね会社やねんからね儲けなあかんねんからいろいろあるんでしょうけどね。でおまけになんやら芦屋に店出してね高級路線も行ってる感じなんでね、だからそこをなんちゅうのこうなんか変えたいかな多分知らんけど、まあいいけどね、寂しいけどな今までそうやって数玉でお世話になっとったんやから遠くまで行かなあかんのは悲しいわ、いうかそう行かれへんし、なんかこれ切られへんし、うわやべ変なとこが切れた最悪変なとこが切れた、ここが切れたらこっから使わなきゃ、難しいっていうことは下が切れたっていうことはここをこう切ったらいいか、工場するでよ、これできたややこしい、これプッチンプリン、えこれプッチンプリンみたいちゃうんか、久しぶりやったもんけど、これほんまにどこなんや、うわいかにも安もんくさいな、いかにも安もんくさいで、これこんなん食べるの久しぶりやん、崩れたこれここに、うわ最悪、まずそう、うわまずそう、スプーンで食わなあかん、こんな箸で食われん、こんな色卵豆腐ってなんか色白すぎひん、うん、何の味もせん、タレの味もせん、私ね昔中央市場におったって言ってますやん、でその時にメーカーでね卵豆腐が売りのメーカーがあってね、その手作りので、もう当時からねこういう真空の卵豆腐のやっぱありますやん、けどそこはね本物手作りで真空ではなくて、だから賞味期限も多分1日か2日ぐらいしか持てへんのね持てへんのね、でおかまかそういうのあったんですよ、だからこんなやつやったらこれぐらい入って100円ぐらいですやん、なんもこれ200円、これ200円で高っ、まあ半人やけどね、たっかこれでね、そこはねこんなちっこいパックがね100円ぐらいするんですよ、おろしでね、だから末端でまたら150、60円、下手したら200円ぐらいで売ってんのかな、これはめちゃくちゃうまい、で私ちなみにね
中央市場辞めた時ね、そこの卵豆腐のメーカーさんに拾われたいうかな、誘ってもうてね、で1年ぐらいその総代の工場でね働いてる、もう工場ってさ作ってないですよ、私は営業やったんやけど、で1年ぐらいでも潰れてもうたんやけどね、なかなかの、まあその1年はなかなかええ経験できたよ、ほんま修羅場修羅場のね、だから私にが行くことによって、そのもうほんま潰れかけのんがちょっと立ち直ることを期待してくれはったかもしれんねんね、だからそんな給料なんか払うんしんどいはずやのにね、あの払ってくれてで行っとったんやけど、まあ、給料めちゃくちゃ遅れて言いましたけどね、金まで貸し取ったんやけど、うん、まあその期待にね、まあ、よう応えんかったもん、申し訳なかった。うまいね。卵豆腐ってこんな味やった、なんかごめん、そっけない味やろこれ。どこメーカーこれ、広島農産食品で知らんし、いいこれで200円もすんの、高っ、舐めとる、舐めたらあかんぜよ、色白やねん、なんかねこれね、もう一個呼ばれてあれしますわ、慣れてないや、あ、今日ね、ほんま久しぶりにね、あのお肉屋さん、なんちゅう、対面の肉屋って言うたらいいんかな、もうスーパーじゃなくて、今時対面の肉屋ってもうあんまりないですやん、商店街とかでも行かんと、そんな商店街とかでも買い物せえへんからね、ましてそんな肉屋なんか行くことないですやん、で今日ね、ちょっと一身上の都合でね、そのお肉屋さん行ってきたんですよ、町のいうか商店街のちっこいとこなんですけど、その大きいその対面を売りにして、今スーパーが主やねんけど、まあ対面を売りにした大きい肉屋さんのまあまあまだ頑張ってありますやん、けど私行ったのほんま町のお肉屋さん、もう間口も狭ってね、前でなんか揚げ物みたいな、コロッケ揚げてはってみたいな、そこ行ったんですけど、でちょうどそこ買い物しとったらね、私が行ったのはコロッケやったんですよね、ほんでちょうどお客さん来はって、おばちゃんいうかお姉ちゃんおばちゃんみたいな、ほんならなんとか肉300とか言ってね、はいよーみたいな、はいはいみたいなね、なんかその何百グラム何百とかいうその響きがね、うお久しぶりやな、あんな久しぶりに聞いたわ思ってね、ちょっと感動した、今そんなスーパーやったら何百も1万も全部パックしてますやん、ああやってね、昔はね、我々のちっこい頃はそうやって何百なそれ何百ちょうだいみたいなね、うん、まあなんかその言い方がそのおばちゃんもなんか昭和チックやってね、なんかよう分からんけど、なんか懐かしかったわ、懐かしい響きみたいな、昭和はええわね、っていうかまた長なってもったな、また
後ほどにしようか。今感動しとってんこれ、あのゆっくり割れてる間にね、 YouTube 撮ったらもう感動しても泣けてきた話やったんやけど、またまたにしますわ、はい、すみません、いつもありがとうございます、いつもお付き合いありがとうございます。以上総大、以上総大、バイナラ、バイチャ、はい失礼します。チャンネル登録お願いします。